お世話になっております。2024年1月27日17時からサンキュオンベースの時間です。お願いします。お願いします。はい、一応、はい、収録ってことで今週はけど今月コンプリートじゃない。コンプリートっすね、うん、しゃいいスタートダッシュになりましたね。マジででとか言って来月からとかはないようにしないとなはい、はい、頑張ります、はい、頑張ります。まあどうにか、はい、やっていきます。まあ、忙しくなりそうだけど、そうっすね頑張ります。2月はねちょっといろいろね。あ、そうっすよね。リクさんも結構、うん、なんか連続である日ありませんでしたっけ、ライブとか。そうっすね、24日と17日と24日土曜日はちょっとライブ入っちゃってますね。おお、いい感じっすね。しかも24はねコザっす。コザって沖縄市っすね、ライブ。お、え、あ、え、どこですか。ベッセルホテル。ああ、そうだそうだ、ホテルでの。いいっすね、ホテルで、屋上で。屋上多分ね、しこい最高っすね。ってことで早速はい行きますか。そうっすね、オープニングで。ケイスケとリクのサンキュー4ベース。この番組はうちうちとハングオーバーの提供でお送りしております。はい、先週はあれでしたね、文句でしたね。そうですね、だちょっとまず一言言わさせてください森保ジャパン最高やば手のひらぐらいしやば。別にインドネシア相手に 3-1 ってそこまでいい結果じゃないと思ってるけど俺は。いや、もうあと2点ぐらい欲しかったっすね。一応なんか決まってたね。てか、あ、堂安のやつ。堂安外しすぎ。動きは良かった良かったけどな。堂安決定力マジでないなと思って。あの2点も決まってたっすよね、うん、昔。中村敬斗も惜しかったしね。あ、惜しかった。ああのポスター当たったやつだ。そういやでもそこをねどんどん決めていかないと。確かに守備的に言ったらでも欠点はずっと一緒だね。セットプレーですね、間違いない。ベトナムにも2点セットプレーでしょ。で今回ロングスローでしたっけ、うん、イラクにもセットプレーでやられてるでしょこんな失点するぐらい失点してますね、うん、ここ最近の。何がどうなってるかって話なんだけど、多分決めてることが少ないみたいなのを YouTube のこの俺がよく見てる専門の人が言ってた。あ、確かに選手に任せっきりでここをどうするっていう決め方がちょっとっていう。他、え、けど代表の監督そんなもんですか。違うっすよね、もっと。いや、もう多分外国人の監督だったらめちゃくちゃルールいっぱいあると思うよ。そうっすよね、うん、でクラブとかでもルールえげつないっすもんね。そう、それをどうフィットしていくかみたいなのもあるじゃん。はいはいはい。俺が見たやつで去年っすけど、うん、あのピボットフットボールって分かります？分かんない。 YouTube チャンネル？ YouTube チャンネルある。あ、ピボットってチャンネルの中に、うん、めっちゃ意識高い系なんですよこれ。あのビジネス系とかいろいろあるんですけど、うん、そのチャンネル運営してる人がめっちゃサッカー好きで、うん、でフットボール会もやるんですけど、あのそのピボットフットボールの会で、あの森田、うん、あいつがいる、スポルティン、うんうん、の森田呼んで、で、チャンピオンズリーグの時かな、多分トッテナムと、うん、トッテナム倒して、その次多分アーセナルにも PK かなんかで勝ってた時があったんですよ、うん、でなんかその戦術を森田にと聞くみたいな、スポルティングの戦術をなんかやってたんですけど、えぐ、はいはい、かったっすね、決まり事とか。 あと動き、うん、あの右と左の、右と左でもう攻め方も守備も、はい、あの決まりごとで違うようにやってるみたいなとかで、うんうん、で、まあ、選手一人一人がそれちゃんと覚えて、うん、この現場でやるみたいな、うんうん、まあけどそんなもんすよね、うんうん、ただでもキーパーとのコミュニケーションとか経験不足もめちゃくちゃ言われてるっぽいよね、キーパーの。あ、ザイオン、うん、でもあの失点はザイオンじゃないでしょうって感じだけど、ね、ドフリーでしたかもね、うん、あのてかもう多分打ったやつがファーに流れてったじゃん、うん、その当たったのやつも日本人が多分当たってるでしょ。あ、そらしたやつ、うん、あそこもねって感じだよね。いや、まあロングスローだから多分対応できなかったのかな。でもあるって分かってたと思うけどな。うん、分かってましたよ 前から誰もが分かってまし
あの事前情報として、インドネシアからしたらあそこで1点もぎ取ったのでかいからな。でかいですよね。得失点差で3位もいける、うん、いけるみたいな感じですもんね。ベトナムがでもさ、イラクと頑張ってたよね。3対2だったよ。あ、そうなんですか。イラクギリギリで勝ってた。下打ち出てしまった。今日ちょうど8時半から韓国と、うん、どこだったっけな、韓国戦なんですよ。バーレーンかな。バーレーンか。でもあの組きついよ。日本あの組入ってたら全部やられてんかな多分。ああ、一応バーレーンもヨルダンも結構日本今までのアジア予選とかでは結構苦しんでるからね。だから今日決まるんすよね。だから全員意地があるからそれなんですよね、うん、ハングリー精神が違うもん。間違いない。これで決勝トーナメント上がって優勝でもしようもんならもうね、休日作る国ばっかですもんねいやけど中東勢には勝ってほしいな、うん、頑張ってほしい。でもサウジアラビアもいるんだよな考えたら。ああ、あとカタール、カタール開催国っていうのもあって結構気合入ってるですもんね。強いよ。強いっすよね。カタールとサウジ強いよ。だってワールドカップ自国開催するために何人帰化させてるかなって感じの。ああ、お金で。確か、昨日やった、昨日どこでしたっけ？インドネシア。インドネシア。いやいや。インドネシアも何人か帰化させてますよね。多分オランダとかあの辺の、うん、なんか多いんですよね。もともとオランダ領とかで。うん、日本いないよね今回。ハーフはいるけど帰化ってまでじゃないじゃん。そうっすね、うん、確かに。なんかトゥーリオサントスみたいなさ、あ、片言の日本語のサントストゥーリオ片言の日本語の、確かに帰化選手いないもんな。確かにいるけど、うん、あ、けどいます誰か今。いや、活躍してる J リーグにもいないと思うよ。あ、 J リーグにはいるけど、もうノルウェー代表とかだったりするからな。そうっすよね。キャスパーユンカーとか、まあキャスパーユンカー去年良かったけど今年どうなんだろう。あとタイの選手とか、そっち系とか、ね、ティーラシンとかか、はい、チャナティップとか。でもあいつらはタイで出るんじゃない？うん、その方がいいと思うっす。日本では出れないとは思うんだそもそも。でしょ。いい選手だけどなマジで。J リー、まあそうっすね、うん、ちょっとずつサッカーチャンネルに近づいてきました番組を。ケンスケが最近めっちゃ見てるからな。そうなんですよ最近から。っていうか今ただ俺がダゾーン入ったからっていうのもあるあ、なるほどね。やめれば。けど分かんないです。 J リーグ始まったらちゃんと見るかもしれないです。 J リーグ俺見てない。ああ、もうね、あのあれ現象が起きる、ウイイレ現象が起きる。見ててこのプレじゃないだろみたいな。プレじゃ、プレミア見ててめっちゃ速いサッカーに慣れてるから、ーゲームスピードが、はいはい、この J リーグ見せたらなんかわかる。一応わかるっす。ウイイレさ、ナインとかテンとかやってさ、このワールドサッカーの方のウイイレやって、はい、その後 J リーグのウイイレとかもあったさ、はい、あれやった時のあの動きの遅さ、あのあの感じを目で見て感じてしまう。あれウイイレ現象って言うんですねこのいやけどわかるっすよ。俺も俺ユーネクストもやってて、うんうん、あのスポーティービーも一応見れるんですよ、はいはい、だからプレミア見てでアジアカップ見るじゃないですか、うん、嘘だろってなるんですまずコートでかみたいな、アジアカップでプレミアコートちっちゃみたいな、なんかまあ錯覚かもしれないですけど、うん、全員がでかすぎてスピードがマジですごい、ね、スピード感えぐいっすよね。えぐい。あともうみんな個人の能力が高すぎて、高すぎるしフィジカルもいいし、2枚剥がすの当たり前みたいな、もうワントップは絶対収めれるみたいな感じを見てるから、アジアカップの見たら全員でディフェンスしてるなみたいなまあまあ当たり前ですけど。なんか昔からプレミア好きだったから俺、はい、なんか今となっては世界一のリーグって言われてるけど、俺がサッカーやってた当時はリーガエスパニョーラだったからさ、はいはいはい、バルサとかバルサレアル レアルの黄金期のあの時代だったから、はい、ちょっと今のプレミアは昔ながらの良さもちょっとあって、あめっちゃいいんだよな。海チームですらさ、あそうっすよね、ジャイアントキリングが毎週あるみたいな感じっすよね、うん、行くから楽しいっすよね。ワンチャンスぶっち決めれるフォワードが勢揃いなんだよね。確かに物にできる、もうえぐいっすよね。弱いカウンター合戦みたいなのもあるし、うん、その下位チームに結構さ、どこぞの国の代表キーパーとかがいたりするんだよ。あそれもめちゃくちゃ見どころ。確かに
まあ、今2位のアストンビラとかも、あのアルゼンチン代表のやつですもんね、キーパー。アストンビラ今2位なの？2位っす。やば。リバプール、あ、変わってなかった。多分先週ぐらい休みだったんですよ、先々週ぐらいから。多分そうっすね、リバプール、アストンビラ、アーセナル、シティだったっすかね。へえ、はい、アストンビラが来てんだ、すごいな、うん、今イケイケっすよあいつらシャタライン高いっすよあいつら。あ、アストンビラのユニフォームかっこいいよな、あの結構好き。あ、バーガンディーの、はい、と水色、うん、シティの色みたいな感じっすよね、うん、ウエストハムとかも結構いいけど。ああ、まあまあまあ、ちょっとサッカーの話しすぎたやばいやばいやばいかもしれない、ちょっと、サッカーの話以外何も準備してなかったっすもうアジアカップに取り込まれてるダゾン入ってるんで元取らないといや、家でじゃああれお金取ってからあ、そっか、次のやつって民放放送あるんすかね。1回戦ないんだよ。あ、そうなんすか。うん、テレ朝が多分全部放映権買ったんだけど、このイラク戦は放映権買って、でインドネシア戦あれ飛ばして、1回戦飛ばして、その準々決勝から決勝までの放映権は買ってる。ああ、じゃあ、だから日本行けんかった、負けたらもう大赤字大大外れ。いや、本当にかわいそう。いいっすねそれは俺んちエントランスいくらしようかな半年分ぐらい、あのサブスク払えるぐらいの。7年目向かいのお店はでもやってるってよ。ああ、あの聞きました、ケースケの斜め向かいの家、はい、ちょっと前に行ったんですよ、うん、で俺が最近ダゾーン入ったって話したら、うん、えこっちで見れるのにみたいな。あ、でその日本戦の日、うん、お待ちしてますみたいな言われたんですけど、うん、いやいや、そしたら俺損やしみたいな、ね、家で見た方がいいよな絶対。そうっす、そりゃ一応大エントランス取ろうかなと思って、うん、俺もうダゾーンやめちゃったから。今、あ、そうだ、前話しましたね、今、うん、4000円ぐらいするっていう。高いんすよね。何でも高いわ、日本人は今何買うにも高いわきついっすよねマジで本当に。もうなんかいつ俺らが生きてるうちにこのね、バブリーな時代が来るかなってちょっと考えをするんだけど。ああ、最近この昔のバブル時代みたいな、なんかもう円が高い時。ああ、なんかちょっと前に中国のあのバブル、不動産バブル崩壊みたいなのが日本のバブル崩壊に似てるみたいな、なんか見たんですよ YouTube の、うん、あのあっちゃんのチャンネルでそれもあの恒大集会みたいなところだったかな、うん、それ知ってたのがあって、あ、ちゃんとした名前をちょっと調べないと分かんないんですけど、うん、あのサッカーのリーグ、中国がいちいちイケイケだったじゃないですか、うん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 、監督とかも。そうだね、選手もいっぱい来てる、ね、あの読んでみたいな、うん、であれ習近平がサッカー好きで、うん、あの中国も頑張ろうぜみたいなので、なんか銀行がお金貸すようになったらしいんですよ。その時にそのクラブ買ったところがその不動産屋さん、うん、で優勝したんですけど、うん、次の年にそのクラブ潰れたんですよ。へありえないじゃないですか、うん、日本とかでも、うん、でその理由がなんかこの不動産バブル崩壊みたいなので、うん、あの借りた金であのまず土地買うんですけど、うん、その土地を担保にまた金借りて、でそれでまた土地買って、はいはいはい、でその土地をまた担保にまたお金借りるみたいなのを無限にやって、はいはいはい、でそんなのでなんかお金錬金術してみたいなでその上に建物建ててあの販売していくみたいな、はいはいはい、っていうのでやってたらしいんですけど、でこの建っていくのはいいけど、うん、この買い手とかのバランスと、うん、あと本当にこれって住む需要あるばみたいな、こんぐらいになってなって、うんうんうん、あのテコ入れしたらしいんですよ政府、うん、でそしたらあの引き締めもあって潰れていったみたいな、ニューヨークにあるところもなんかそのなんか破産手続きみたいなのもやり始めてみたいなので、うん、でその日本のバブルと似てるみたいな、はいはい、世界にリーマンショックみたいに世界に影響を与えるんじゃなくて、うん、自国だけ自滅するみたいなやば。でもなんかちょっと前に中国で10階建てぐらいのマンションが48時間で建ったっていうネット記事見てもう俺やばいっすよね、爆笑したもん会社で48時間で何人で作ったんすかね、段ボール建てて色塗ったみたいなもんセットっすよね
やばいな。10階建て。多分ガンプラもそんぐらいかかるやつあるんじゃないですか、一応。さすがに嘘だとは思うけど、でも中国だったらありえるなみたいな。まあまあ、ありえるっすね。うん。怖い。マジで怖いよ。もう出来上がってる骨組みをジェンガみたいに組み立ててみたいな。多分。ああ、そういうのあるらしいっすね。あの、マジプラモデルみたいなやつっすよね。うん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 、それで作ったんじゃないかなと思うんだけど、やっても、いや、まあまあ、ありえる、ありえる。日本だと無理だよな。日本だと基準がもう高すぎてさ、建築基準が。そうっすね。まあまあ、地震大国なんで大事っすよね、はい、もうあんな48時間で10階建てイエーイみたいな10階建て48時間、やばいっすね。バカすぎだろギネス乗ってもおかしくないの、はい、それやばいっすね。いろいろとなんか面白すぎてちょっと確かにな。けどあの、あれやばいっすよ、これ以上中国の話したら俺ら潰される可能性あるんでやめときましょう。いい国です